宝三条。宝外の娘、美貌に優れ武芸にも秀でる。慶州から逃げ延びる関作と偶然出会い、彼に興味を持つ。そしてついに関作の姿を追って益州にまで来てしまった。もう超探したんですけど、こんな遠くにいるなんて思わなかったし。君は確か繁盛から逃げる道中に出会った。そうそう、久しぶり。覚えててくれて超嬉しい。関作のこと忘れられなくて来ちゃった。だってあんたってすごくかっこよくて上品で強いんだもん。私たちが出会ったのは運命で決まりでしょ。これからは関作についてくんで。それは嬉しいな。太陽のように明るく、そして凛と強い君がいてくれれば。いてくれれば？戦いもきっと有利に進められる。諸君にとって心強い味方になるだろう。諸君？ちょっと思ってたのと違うんですけど。まあいっか、とりあえず一緒にはいられるんだし。じゃあよろしくね、関作。おい、誰か来い。明日ひょくとくが。よくとく、お前たちの無念を晴らそう。医療へ進軍し、孫権をこの手で撃つ。おや、実は私、狩猟は苦手ですが。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。これが私流。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともようこそいらっしゃいまし。
今後ともご贔屓に。へい、いらっしゃい。毎度どうも。馬がご入り用で、またお待ちしてます。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。五の軍勢が攻めてきたぞ。みんな直ちに配置につけ。この指揮は味方の退路、決して五軍には渡さぬ。進め、竜のごとく攻め、巨人を切り崩すのだ。五の猛攻をしのぐことができたな。兵器も無事だ。この勢いで敵を撃退する。これが私流。五軍を撃退できた。地球を守り抜けてよかった。これで退路の心配はいらないな。皆も安心して戦えるだろう。
やめだやめ、こんなのやってられっかってんだ。そう、私がやっちゃったから。超いい感じじゃない。さすがです。その調子でお願いしますよ。見事な戦ぶりだ。修羅に変えたのか。この戦い、腰を据えて挑む必要がある。補給部隊を呼べ。兵糧の確保を怠るな。申し上げます、兵糧庫より補給部隊が到着しました。よし、兵糧は確保できたな。皆、規制を上げよう。食を迎撃するのだ。食軍がついに医療までたどり着いた。兵器を稼働させろ。こっちは必ず守る。諸軍が戦線を押し上げてきたら、指揮から援軍を呼び攻撃を仕掛けるぞ。デネ、指揮が諸軍に制圧されました。攻撃を遂行できません。すでに手を打たれていたか。敵上に駆られるばかりの軍ではないようだな。劇場に支配され気づけなかったようだな。劉備よ、お前はすでに我らの術中だ。何、そういうことだ。
劉備殿。白帝城まで撤退する。みんな、必ず生きて益州へ戻るのだ。申し上げます、リクソンが白帝城への道を塞いでいる模様。五軍め、すでに手を回していたか。みんな進め、リクソンを撃ち退路を開くのだ。敵の要所を落とす。みんな、つけ。肝心要の守りが手薄だ。今日は自分が役目を果たすぞ。五軍の追撃は阻めた。だが、安堵している場合ではない。安全のため、士気も抑えたいが、正面から攻めれば兵器の餌食になるな。超いい感じじゃない。戦場を舞う君は蝶のようだ。美しく、決して誰にも囚われない。撤退を阻む用地、絶対に守り抜かなくては。失敗したらみんなに睨まれるよな。声の出し方は問題だな。あったんだよ。まだ諦めないよ。その敵たちに兵器で阻めば分かってもらえるかしら。四季を守りきれないなんて、孫権様、申し訳ありません。忘れてくれるといいな。よし、ここで防御体制を取るのだ。超いい感じじゃない。お前の部、興味深いな。もっと見ていたいと思う。要所に向かって進軍を開始します。遅れないようにしてください。要所攻略が我らの使命。いざ参ります。劉備、逃がしませんよ。孫悟の未来のため、あなたはここで撃ちます。諸葛亮様より伝令、こちらの撤退路を進んでほしいとのこと。陸
クソンにばっかりいい格好はさせられない。俺も早く追いつかないとな。ここまで追い詰めておきながら、やはり私は未熟ですね。五軍の追撃を防げたか。白帝城を急ぎ撤退しよう。みんな、龍禅様、魏が攻めてきてしまった。戦いに参加。彼女は関作の役に立ちたい一心で暴れ回った。結果、蜀軍は魏の芝居を撃破し勝利する。関作は自分の活躍をちゃんと見ていてくれただろうか。宝山城は期待と不安でいっぱいだった。今回は君のおかげでとても助かったよ。ありがとう。本当？私これからも関作と一緒にいていい？もちろん。君がいないと私はダメみたいだ。君の元気な声を聞くと戦の最中でもホッとするんだ。戦果を上げるたびに褒めてなんて無邪気な子供みたいで。ん？さあみんなのところへ戻ろう。もうすぐ軍議が始まる。待ってよ、観察。もっと別のところ。